銀山温泉は、山形県尾花沢市にある温泉である。NHK 連続テレビ小説、おしんの舞台となったことで一躍脚光を浴び、全国的にその名を知られることになった。写真中央に見える5階建ての建物、能登や旅館は、国の登録有形文化財である。平家湯は慶長から歓迎に、かつてこの地に栄えた。 延べ沢銀山の甲府が発見したことによる。銀山は、足利幕府時代の交渉年間に開かれ、江戸時代の寒影期には、人口20万から30万を数えるほど栄えたが、商法元年から銀採掘が衰退していき、変わって温泉当時が盛んになっていった。1689年に銀山が閉山した後に、 温泉宿が建てられ初めて湯治場として賑わったが、1913年の大洪水により、温泉街は壊滅した。その後、地元財界の力で復興し、その時に、現在の温泉街の光景が作られた。1925年頃に、元や旅館の本館が建てられている。1968年11月19日、国民保養温泉地に指定。 欧州街道から10キロメートル以上の山奥にあるため長い間人であったが、1983年のドラマ、おしんのヒットにより、全国的に認知された。1986年に銀山温泉への網保存条例を制定して、景観整備に努め、1995年度山形景観デザイン賞を受賞した。川支流の銀山川の両岸に、 大正から昭和初期にかけての木造多層建築の旅館が立ち並ぶ。多くの旅館は建築された当時としては非常にモダンな3層4層の木造バルコニー建築であり、外層には固定が施されている旅館もある。川には橋が多くかかり、また石畳の歩道にはガス灯が並んでいる。 5月から10月までの毎週末には、花笠踊りが橋の上で披露される。銀山川下流側から温泉街を眺めた、大正ロマン漂う光景は、温泉のシンボル的な風景である。この光景を守るため、街並みを保存する条例が定められている。当地の旅館、富士屋で女将を務めた七代目当主の妻富士ジ,ジニーは、公共広告機構の CM に出演するなど、 メディアに出る機会も多かった。藤屋は2006年に現代風に改装したが、2010年に民事再生法を申請した。温泉街には、古くからの大湯近年できた、白金湯2軒の共同浴場が存在する。温泉街の遊歩道には、足湯もある。白金湯、藤屋もに改装は、熊健吾の設計。 銀山温泉銀山温泉の温泉街と銀山川ダム湖国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ありがとうございます